ました。無事に終わりました。めちゃめちゃ緊張してたけど無事に終わってほっとしています。なんか放送禁止用語とか言わなくてほっとしてます。ありがとうございました。こんばんは。アイスありがとう、いっぱいありがとうございます。福ちゃんお疲れ、ありがとう。長崎県民さん、浩二さん、いっちゃん、陣内さんお疲れ、ありがとう。キムさん、スプマンテさん、コナンさん、ナオトさん、シーチさんお疲れ、ノリさん、スプマンテさん、浦部さん、ジーツーさん、 NT さん、浦部さん、ひろちさん、トールさん、マチャルさん、サワッチョさん、イズキューさん、ぼんやりさん、スプマンテさん、カーンピットさん、愛媛のカープ男子さん、春坊さん、コウさん、マコバヤさん、ひろゆきさん、スカイホエールさん、マコバヤさん、しんいちさん、アンバさん、スプマンテさん、ジーツーさん、大吉さん、カメさん、いっくん、ダーソクさん、カズノシンさん、ありがとうございます。あいたかさん、あやとくん、BD マンさん、リザ48さん、大吉さん、そらそよかさん、スタメンさん、トニさん、トールさん、浦部さん、ポンさん、ありがとう。ケンタロウカップさん、ローラミックさん、KT さん、トニさん、ポンさん、中田田さん、狭間健二さん、いっちゃん、ジンさん、ワウワウさん、狭間健二さん、わあ、みんなありがとう。ゆすりざるさん、吉田さら、かっこ偽物さん、リザ48さん、ワウワウさん、 Z さん、 DLC さん、ありがとうございます。カズノシンさん、スカイホエールさん、ありがとうございます。いっちゃん、しんいちさん、ワウワウさん、ありがとうございます。スタメンさんもありがとうございます。ありがとう、アイスくださって。バニラアイス、バニラアイス書いとこ、ありがとうございます。たくさんアイス、マリオ2さん、いっくん、ケンタロウカープさん、白熊さん、大福さん、ありがとう。今日仕事で赤木乳業行って帰りのアイスもらいました。赤木乳業ってもう大手じゃん、すごい。仕事で行くの？私も行きたい。仕事で連れてってよ。呼ばれてないんだけど。なんで？連れてってほしい。また感想教えて。何もらったか教えて。ガバイットさん、マリオ2さん、ワウワウさん、マーチンさん、ありがとう。ガトーショコラさん、ありがとう。しんいちさん、お断りです。山猫坊主さん、ありがとう。地元のケーブルテレビで人間ドックの妹やってた。わあ、パセの服装が、あのね、妹テレビのパセリが着てる服の英語を調べてください。私さ、何も分からず、人間ドックだから、あの人間ドックの服に着替えるから、もうめちゃめちゃこうおしゃれしていくのも違うじゃん。病院でワンピースとか着ていった方がいいかなと思ったけど、いや病院のロケでそれは向いてないなと思ったから、もう普段あまり着ないちょっとダルギーみたいなダボダボの T シャツにダボダボのズボンを履いてったんですよ。そしたらリコちゃんもあかりんさんもめっちゃおしゃれで、いや、やば、後悔って思って、後悔したわってもう序盤から思ってて。この前お話し会でファンの方にその服に書いてある英語の意味を教えてもらったらぴったりだった。人間ドックにぴったりの英語を書いてあったらしい。びっくりです。 G2 さん、ベニちゃん、コンチョウさん、イモケンピさん、ありがとうございます。カードリさん、ゲンゴロウさん、ユータくん、ありがとう。アイス、ひろゆきさん、 G2 さん、カズノシンさん、ありがとう。ゆうたくん、レインボースター、ありがとう。赤佐号さん、カードリさん、ジャクソンさん、陣内さん、広瀬光一さん、ハリーポッターメガネのひげおじさん、マルトムちゃん、
メロンのあそこさん、たけさん、ありがとうございます。あ、めくれてる。さのっちさん、まるともちゃん、あみたさん、しずくまさん、まこばやさん、レインボースター、じつーさん、アイス、ありがとうございます。意味は覚えてない、なんて書いてたんだっけな、なんか覚えてないんですけどなんかね、ぴったりの言葉だったらしい。頑張れみたいな、負けるなみたいな、そういう言葉だったらしいあ、そう、ナイトクルージング、そうなんですよ。私もさ、またさ、ちょっとびっくりしたんよ。声ラジ終わってマネージャーさんとご事務所に戻って、お疲れ様ですって、じゃあ帰ります、お疲れ様ですって別れた後に X 開いて、え、待って、またなんか船決まってるじゃんと思って、え、ナイトクルージング楽しそう、誰が出るんやろう、ピ、尾崎せりか、私びっくりしました。もうクルージング担当みたいになってる。くるくるも、くるくると私かな、2回連続って。そうなんです、私さ、すぐ車酔いするからさ、やばい、ピンチね。バスツアーもさ、高崎愛子バスツアーの後に淡路島バスツアーだったんですよ。で、今回もそう、クルーズツアーの後にナイトクルージングある。え、でも聞いて、シーパセオなの。私シーパセオね、名前が似てるからシーパセオ乗ってみたいってずっと思ってたんです。めっちゃ嬉しい、シーパセオ。でも次の日ティフなんだよね。だからさ、どういうスケジュールなのかちょっとまだ分かってなくて、ティフの前の日にナイトクルージングしてさ、どうやってティフに行くんだろう。オール？ナイトクルージングって何時までやるんですか、普通。そんな遅くはないですか。何も、私も今日知ったので何も分かってないんですけど、そう、シーパセオ楽しみです。そっか、ノーピーがいる。そうじゃん、ノーピーいるってことは9時より早く終わります9時には終わる。ノーピーがもう9時までしか働けないので、9時には終わりますので、ほうほう。尾崎せりか一番先頭にいるの珍しくない？こういう時新鮮です。くるくるとサーヤンと葵さん、あかりんさん、ゆきりか、ノーピー、チャートリ2名、マイカー2名、四国3名の組み合わせでございますね。シーパセオを借り切ってメンバーと一緒に夜の瀬戸内海を旅する企画ですって書いてます。楽しみすぎ、シーパセオ。昨日お知らせがあったのは、あれ、私リポストしてない、あれあれあれ、昨日もね、あったんですよね。ちょっと待ってくださいね。シースピカ？シースピカとシーパセオですか、私が乗るのは。私、海担当かも。嬉しい。シースピカだ。シースピカが8月15日。シーパセオが8月3日です。やばい、シーパセオが先だわ。ナイトクルージングが先だ。よろしくお願いします。8月は2回船に乗ります。あ、くるくる違うわ、ノーピと2回連続か。ノーピと私がどっちもいる、両方いますね。ノーピとパセが、最年長と最年少がナイトクルージングと島旅クルーズと両方います。うん、両方いる。ほうほう。どんなことするのかまだ分かりません。分からんけど楽しみです。8月ちょっとね、寝不足になっちゃわないように気をつけなきゃ。車酔い、あ、間違った、船酔いと次の日ティフもあるからね、睡眠をしっかりとって楽しみたいと思います。パセオってスペイン語で散歩だから、わー、パセリにぴったりじゃん。この歩きまくり人間にぴったりの名前。
私やっぱパセオってニックネームにしたのかな。パセリやめてパセオにしようかな。由来話すときに大変か。どうしてパセオって言うんですか。もうパセリですらさ、ちょっと説明するのめんどくさいのに、パセオになったらもう説明が。もともとパセリっていうニックネームだったんですけど、なんちゃらでこうちゃらで、あ、なんでパセリなんですか、あ、パセリっていうのはって二重で説明しないといけない。パセリでいいよ、ずっと。パセオ、パセオ、パセオはちょっと嫌だね。パセオさん、パセオ。さとこさん、アリさん、広瀬小一さん、アイスありがとう。サザンカさん、読み方違うかも。え、待って、ちょっと悔しい。ちょっと待って、調べよう。山茶花サザンカだった。合ってました、合ってた。クックさん、おしめななみんさん、 BJ ですさん、たかしんさん、 INZ さん、インズさん、 INZ さん、忘れっぽいもっちさん、ロデムさん、カズムシンさん、クックさん、シュンさん、カンさん、マー君、ヒロさん、アイミ君、釣り吉さん、タンタン、めっちゃキノコさん、ヨシヒロさん、ジーツーさん、カエデさん、中じいさん、中村道弘さん、ありがとうございます。コウさん、お断りです。なんか結婚してとさ、ストロベリーアイスがさ、ちょっと紛れるんだよね。ストロベリーアイスかなと思ったら結婚してが紛れとるんだよね。スケオさん、新一さん、シュンさん、アキモさん、ウォッカさん、スバルさん、 NRR0022 さん、ジンライさん、イズキューさん、リサーチャーさん、ハッちゃん、マサくん、アキモさん、レフトさん、スケオさん、シオナさん、ありがとうございます。そう、ストロベリーと結婚してがさ、同じ丸みをなんか帯びた感じのデザインで、色が同じだ、同じ色味をしてるよ。カズさん、お断りで、あ、ストロベリーアイスと連番で送ろうとして失敗してるやん。陣内さん、ありがとう。忘れっぽいもっちさん、ショートケイさん、読売巨人軍さん、ありがとうございます。こんばんは。今日雨だったからラジオ終わってね、買い物、本通りにでも買い物に行こうかなとか思ったけど、もう雨すぎて帰ってきた。ショールーム始まる2分前に光ったんよ、外がピカッって、はっ、えっ、ってなって、花火、いや違う、これは雷だと思った瞬間にドーンみたいななってビビりました。皆さん気をつけてください。そう、雨なの今日から。昨日まで晴れてたんですけど、今日からしばらく雨で、もう大変。わ、なんて読むんだ。パセリに漢字を申し込んできた。歩けばなんちゃらさん、アイスありがとう。なんて読むの、調べようと思っても調べれん。なんて読むんだ。お先ではない、でもお先の先、なんて読むやろ。にら先、あ、ほんとだ、出てきた。にら先ってなんだ。あ、出てきた。韮崎市観光協会、山梨県北部。おお、韮崎、難しいね。歩けばボタンかと思ったら違いました、全然。バタフライエフェクトさん、チビさん、アイスありがとう。ひろ太郎さん、ショートケイさん、アイスありがとう。雨ね、梅雨明けたと思ったらまだだった。ミエアイアムさん、アイスありがとう。ココイヌさん、犬なの、犬、
マナベさん、フェリスさん、持ち肌さん、60何年間違え続けられてきたわけじゃん。そりゃもう電話で尾崎って言うわと思って、もういつでも OK よ。それを自己申告してくれたからありがとうだよ。うん、まあ読めないわな、私もさ間違うし。我が輩は犬である、レインボースターありがとう。クロさん、フクちゃん、読売巨人軍さん、ミックさん、ユウちゃん、スケオさん、デコ、デコポン、デコ感、デコ感名前変えたの。スケオさん、ヨシヒロさん、クロさん、カズノシンさん、アヤさん、アイさんありがとうございます。鉄兄さん、スカイホエールさん、ケイティさん、シンイチさん、ヨシカズさん、ありがとう。アイス、日曜日雨なん？嘘じゃん。海辺だよ、海辺、海辺のフェスで雨、それはヤビービーです。ヤビービーすぎます。マジですか。勘弁して。スパークのね、日曜日スパークっていうフェスに出るんですけど、去年までは山中湖ってやってて、今年から川崎になったんですね。でその川崎のなんか会場マップがさ、今んとこ分かってなかったけど、今日公開されました。こちらです。ボーン、ここです。ここがレジャーシート OK エリアらしい。ここが物販エリアだって。物販エリア、 STU もフェスとかで STU 物販とかないんだけど、今回はあるんですね。なので皆さん、このスパークさんの公式が挙げてるマップをぜひ参考にされてください。この美味しそうな車もあるらしい、ケータリングカーあるらしい。よろしくお願いします。うん、毎年ね、なんかね、グルメある。前は何だったかな、なんかハンバーグとかそういう感じのがあったかな。でも前はね、あれだったんよ、前山中湖だったから、そう、近くにコンビニとかなくて、みんなそこのご飯を買いに行ってもらって、マネージャーさんに、それで食べてたんですけど、今回は食べれるかわからない、わかりません。もしかしたらお揃い胃袋かもしれません。何の音。ワグンさん、ノブさん、アイスありがとうございます。アイスいっぱい。ハラカラさん、お断りです。ナルナリさん、レフトさん、台湾ジョジョさん、アキモさん、レンネさん、カズノシンさん、ポンカン、ありがとう。アイスたち、マクールさん、ワウワウさん、ありがとう。いっぱいくれてる、ワウワウさん、ありがとう。楽しみだね、楽しみでございます。ゆきりんさんの出る日の次の日なので、ゆきりんさんの気配を感じながら頑張りますあ、NHK 広島にゆきりんさんのパネル、この前の命の歌フェスの時のパネル飾ってありました。ゆきりんさんと STU が隣同士で並んで貼ってあるパネルが、ゆきりんさんの直筆サイン入りのやつ、 NHK さんのところに飾ってありましたよ。皆さんも見れるところ、入れるところ、なんかあるんよ、そういうスペースが、入っていいですよのスペース、そこにありましたよ。なので今度見に行ってみてください。ゆきりんさんの、わあ、やっぱりゆきりんさんの横に STU が並んでると思って、わーって言って、私たちもサイン書いたので、ちなみに一番近いのはノーピー、ノーピーのサインが多分ユキリンさんに一番近い、羨ましかったわ。ノーピーユキリンさんの近くやんと思って、めっちゃいいやんって言ったら、多分分かってなくて、そうなんです、端っこだと書きやすくてみたいな言われてユキリンさんと近くていいねっていう意味で言ったら、そう、なんかもう
いろんなメンバー書きに来てたからめっちゃ混んでたんですよ。でも書きやすくていいですみたいな言われてちょっと噛み合わなかった。パンダ先生、まもるさん、しんちゃんさん、かずさん、いっくん、やまけんさん、アイスありがとう。まくーるさん、アイスありがとう。わ、なんかあかりんさんが私の昼のツイートいいねしてくれたあれ、あの愛の重さ選抜メンバーの、 あの個別撮影会のお知らせいいねしてくれた。わーい、やったー。おみかんさん、ショートケイさん、アイスありがとう。しんちゃんさん、スカイホエールさん、アイスありがとう。あ、来るん？私のレーンにえ、あかりんさん、私のレーン申し込んでくれるかな。待っとこうかな。なんか、やばいポーズとかさせられるかな。大丈夫かな。今日のラテポーズとか求められるかも。頑張らなきゃ。今日のラテ。レイクさん、アイスありがとう。レネさん、アイスありがとう。いっちゃん、アイスありがとう。笑って。パセも昨日ね、今日のアイスシリーズ撮ってみたんですよ。あかりんさん、ちょっとリスペクトしようかなと思って。けど、なんか今さ、ちょうどこういうショールームのイベントでアイスやってるから、あ、パセリショールームのためにそこまでやるのみたいな思われそうで、ただあかりんさんの真似し撮っただけだけど、なんかショールームのために頑張ってる人みたいになるから、あの今日おはようメールで載っけようと思ったけどやめましたやめた。うん、だからちょっとお蔵入り、またいつか忘れた頃に、またいつかね。うん、アイス欲しさにもう露出してきた人みたいになるかなと思ってやめました。りゅうやさん、メロンのあそこさん、いっちゃん、もちはださん、アイスありがとうございます。気にしすぎ。あ、じゃあ個人ファンクラブに、個人ファンクラブ今日あげました。あの浴衣のオフショットあげました。先ほど上がりました。お、フォトブック届きました。パセリのページ見たよ。なんかさ、メンバーそれぞれのなんかプロフィールみたいなのがあるんだけど、人それぞれ質問内容違くって、なんかパセのやつと他のメンバーのやつ全然質問内容違くてびっくりした。なんか私の一方的なアプローチみたいな内容になっててネタバレをすると、ちょっとだけネタバレすると、仲のいいメンバーはって書いてあったんです。で、私は書いたんよ。で、私が書いてるメンバーはその質問なくて、なんか私が一方的に、なんでやねん、なんで私だけなんか告白させられてるんだろう、なんでですかね。おかしいな、謎です、わかりません。なんかライブ中の写真、ライブ中、公演中の写真と自撮りみたいなセットで載ってましたよ。ジャパングさん、 Z さん、アッキーザー、大好きマンさん、しんちゃんさん、アイスありがとう。トニーさん、アイスありがとう。アイス。ヒーローさん、お断りです。お、フォトブック届きました。後ろの袋は何？オートミールだよオートミールだよ。こっちから、じゃーん。今日の夜ご飯もオートミールやった。昼も夜もオートミール食べました。夜は餃子食べた。餃子、冷凍餃子焼きました。美味しかったです。お父さんに会いたくなりましたなんか餃子食べるたびにお父さんに会いたくなってます。プータさん、ヒーローさん、ありがとう。なんやその名前、リエちゃん最高ナンバーワン。もともとの名前より長くなってる。アイスありがとう。
わらいよんさん、じつさん、ジャパングさん、アイスありがとう、あるさん、アイスありがとう。なんか謎名前、パセリ最高ナンバーワンに改名せんかい。ね、オートミール、そうだよ、一つ買ったよ、お昼食べたからね。うっかりあんこさん、フィリップさん、ジンライさん、ありがとう、アイス。名古屋行くたびに餃子定食さんを感じています。名古屋行くたびっていうのはもう結構な頻度ではないでしょうか。違いますでしょうか。タカさん、わーい、3チーム、アイスありがとう。3チーム1袋、わからん、1回で 60g、 今日は 120g 食べたよ、結構食べてるよ。昼 60g、 夜 60g 食べたけん、今日で120食べたと思ったら3日分ぐらい、1袋、1日2食で3日分ぐらいかな、まあ、1週間ぐらいですかね。おいしいよ。大吉さん、アイスありがとう。ありがとう。なんか可愛い後ろ、なんかね、どんな感じかって言われたら、ね、なんか好きなインテリアとかってさあるじゃん、人それぞれ、北欧風みたいなあるじゃん、なんとか風みたいなあるじゃん。でも自分の好きなそういう系統が何風っていうのかわからんくって、検索もどうしたらいいかわかんなくて、どうしたらいいんですか。なんか白とかを基調にした家にしたいんだけど、壁が木目調なんですよ、うん、だからその時点でちょっと終わってて、やぶした風、やぶした風ですか。でも風さんのお下がりな家具使っとる、今でも風さんからもらった家具と沖さんからもらった家具で生きてる。私の家だいたいもう、まあ、自分で買ったやつはだいたいニトリで、他は沖さんとからもらったのと風さんからもらったやつ。ミユラッチさん、メロンのあそこさん、アイスありがとう、ありがとうございます。ポテチさん、アイスありがとう。ね、雨降っとるね、やだわね、勘弁。ソイカラさん、アルさん、ミューラッチさん、いっぱいありがとう。ミューラッチさん、ナイス。ヤマさん、イッキさん、ありがとう。あ、家具のカタログを見たらいいんか、確かに。何風って言うんだ、家具、え、どう調べたらいいの、カタログ、調べます。何風なんですかね、私の求めている。あー、もう分かりません、なんかいっぱい出てきてよく分からない、もう終わった、もう無理、もう無理、分からない、あー分からん、分からん、あーもう無理かも、なんかもうみんなおしゃれすぎて分かります、あーもう分からない。メビウスさん、アルさん、ミューラッチさん、アイスありがとうございます。 IKEA 見たらいいの、もう IKEA の白とかで揃えたいのにさ、 IKEA でさ、広島に今期間限定ではあるけど本店みたいなちゃんとした店舗がないけん、送料がねもうやばいんです、頼みたいのに。どうしたらいいんですか。白を基調にしたい、あーもう分かんない、難しいね。フジポン、アイスありがとう。右田ピポさん、アイスありがとう。王さん、アイスありがとう。あ、長崎出身ね、送ってくれてましたね、パスジャのね、見たよ、見たよ。野口選手、
すごいね。長崎なんかいいね、スポーツも芸能人もたくさん輩出している。すごいです、素晴らしい我が地元です。みゆちゃん、くわどりさん、よしかなさん、ゆらっちさん、かずさん、アイスありがとうございます。アイス、今日はチョコモナカジャンボ食べました。もう今日のアイス終わった、もう買いに行けないからもう終わり、今日配信終わってもアイス食べれない、もう終わったもうない、悲しい、2個買ったらよかった。でもね、その時はいや1日1個までやみたいな強い意志があったから食べちゃったよ。もう今日は大丈夫、1個で我慢できるとか思ったけど無理かも。そう、今日はね、今日初めてカフをあげる係だったんよね。でカフがアナウンサーさんはアナウンサーさんでカフがあったんよ今日。でアナウンサーさんのカフはアナウンサーさんだけのカフで、私は自分プラスゲストの肘山大学の学生さんが2人来てくださったんですけど、今日のラジオ2人の分も自分の分も3人分のカフを私のこの左手にかかってて、だから私がこれを上げ忘れたらもう無音だし、私が音楽かかってる時に下げ忘れたらもう雑談とか全部もう打ち合わせとか、このあとこの流れでいきますね、ここをちょっと今押してるのでカットでとか、そういうのも全部流れるっていう大事な役割だったので、それも緊張してて、で今日に限って曲が3回かかったんですよ、いつも2回なのに今日3回あったんよ。だからああ上げて下げて上げて下げて、違うわ今日2曲だった結局。そうだわ、今日愛の重さかける予定だったんですけど愛の重さかかってない。そうだよ、時間的に愛の重さなしになったんでした。なのにツイートに愛の重さ書いちゃってる私、今気づいた本当愛の重さもリクエストしてましたそう、今日はお便りテーマが怖いなっていうお化けのテーマだったので、お当たりだって、りゅうやさん当たりだって、当たりらしい。 YXZ1 さん、アイスありがとう。メロンなすこさん、レインボースターありがとう、アイスもありがとう。ジュアンビさん、ナルシさん、シュンさん、メロンなすこさん、ミユラッチさん、アイスありがとう。クロさん、アイスありがとう。そうだよ、愛の重さかける予定だったけどそのなくなったんでしたあ、私はこの前も STU をリクエストして、この前はスウェッティースメルリクエストしたけど、その前の週に初披露でかけてたからダメで、小豆島にしてもらいました。秋竹城さん、アイスありがとう。愛の重さ20回聞いた、ありがとう、そんなに聞いてくれてるの、ありがとう、嬉しいよ。聞き逃しだとで聞く、ありがとう、ありがとうございます。あのね、今日はそのお化けのテーマあったから、お化けなんてないさ、お化けなんて嘘さをリクエストしましたで、もう一個は妖怪体操第一ウィース、トゥルルンテンテルンテ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 ン、リクエストしました私、ドリームファイブさんはあのオーディションの時、天才テレビくんのオーディションからね見てたから、そうなのでめちゃめちゃに世代なんですよ。ちょっとお化け系で行こうと思って妖怪系に行っちゃったけど、そう妖怪体操を流しました。でそこに本当愛の重さも流そうとしてました
愛のマスめっちゃ好きです、わ嬉しい、ありがとうございます、やった嬉しいよ、いっぱい聞いてください。そう、天才テレビくん、 NHK の天才テレビくんっていうあの教育テレビのやつで、そうドリームファイブさんが結成する時のオーディションがその番組内で行われてたんですよ。その時はね、あの今フルーツジッパーにいらっしゃる鎮西鈴鹿さんとかも出てた世代の時にちょうど見てたので懐かしいと思って、ドリームファイブ懐かしいと思って今日は選曲してみました。明日の声ラジは曽太郎が出ます。明日は曽太郎です。あとさん、シャボン、風の神さん、ポストさん、アイス、熊谷さん、アイス、トムさん、ハート、町肌さん、安尾くん、アイスありがとうございます。もうこのアイス期間みんないっぱい投げてくれてありがとうございます。お、バニラ1位になってる、本当？再び1位の時代来た？待って、ちょっと見てみる。今日朝起きたらびっくりしたもん。寝る前も見たんだよ。寝る前見たらさ1位だったし桁も違かったから、あーもうなんかすごい、みんなすごいと思ったって、起きたら変わってて、びっくりびっくりしました。でも今日でまだ3日目、ん？今日で2日目3日目、ん？今日水曜日3日目か、今日3日目だから、なんか追い越したらまた追い抜かれそうだ。本当だ、本当ですね。わあ、 STU いっぱいランクインしてる。マイキューさん、リオッツン、サラちゃん、ヤンゴロ、カベシマちゃん、あ、ヤンゴロチョコミントじゃないや、ストロベリーのとこにもいるじゃん、すごい。ストロベリー、アクリンさんとヤンゴロとイチゴちゃん、ユキリカ、リコちゃん、リコちゃん待って、すごい、リコちゃんリコちゃんこっちにもいる。マイキューさん、あ、マイキューさんもすごい。アイコ、チョコミントはリコちゃん、なっちゃん、かなうちゃん、ヤンゴロウ、チホさん、わあ、チホさんめっちゃチョコミントって感じ、うん、チョコミントを感じる、チホさん、え、マイキューさん全部にいる、すごい、マイキューさん全部のにランクインしてるよ、10位以内。マイハさんもいる、すごいね、 STU いっぱい入ってるね。いちごちゃんはもうストロベリーでしたもう名前の通り、あ、しかもプロフィールにいちごアイスくださいって書いてる。私もバニラちゃんとか名前に変えたいみんなもバニラはもうあなただけだって言ってくれる、バニラちゃん、千穂さんチョコミントめっちゃ好きなイメージあるもん、うん、チョコミントイメージある、食べてるよく。パニラ、あ、パセリのパとバニラで、パニラちゃん、パニラ、吉和さん、しげちゃさん、あうあうさん、アイスありがとう、イモケンピさん、大吉さん、アイスありがとう、ヨシヒロさん、ジッツーさん、サルトビミザエモンさん、イモケンピさん、ウズちゃん、イックン、スカイホエールさん、イッキさん、ヒリアスミさん、バラありがとう、ありがとうございます。タカちゃん、ジュースありがとう、ジュース、おしゃジュースありがとう、リュウヤさん、ジンライさん、アイスありがとうございます。バちゃんになっちゃう、あ、バニラにしたらやだ、ちょっとなんか祖母感出るじゃん、バちゃん、祖母感出していかないで、パイちゃんであってほしいね、バニラーニャ、そう、バニラーニャなの、
バニラ女王とかじゃなくて初代バニラーニャ、初代ストロベリミ、初代チョコミンコやばいよね。ストロベリーとかまではさ、まだちょっとさ原型保ってるのにさ、チョコミントはさ、ミントすら言わせてもらえないから、チョコミンコやから、チョコミンコ、あ、わかる、テジナーニャ懐かしい、テジナーニャ、ね、ネーミング独特ね、しかも初代ってことは2代目があるということですか、ね、やばいね。おごりまして、おごりまして食べたことない。もう私はブラックモンブランを食べて生きてきた。ブラックモンブラン、ブラックブラックモンブラン、みる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 クック、トラ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 キチくん、うさきさん、レインボースターありがとう、ありがとう、ちゃん、うさきちゃん、オートミールイベント、オートミールイベント始まったらもうパセリが1位だよ。でも分からん、意外とアイドルってみんな食べてるかも、オートミール。そう、そういう CM があるの。ブラックブラックモンブラン、ふくちゃんアイスありがとう。知っとるけも食べたことない。もう本当にブラックモンブランで育ちました。ブラックモンブランとサンデーカップで育った。鮭焼いてくるのでさようなら。頑張って鮭焼くんだよ、焦がさないようにね。オートミーコすぐさ、そうやってさ、またなんかおかしな発言してくるじゃん。カローキティさん、あ、今日もカローじゃん、ハートありがとう。いつになったら休めるんだろうこの人、いつもカローなんだけど。オーカさん、コニョさん、文化キーさん、アイスありがとう。毎日カローなんだって、気をつけてよね、体調に気をつけるんだからね。そうめんに出るの、流そうよみんなでね。え、流しそうめんの回とかやりたい。私が流すからみんなが食べて。そうめん、カロー、ゆうぴょんありがとう、おうかさんアイスありがとう、ポップコーンのキティさんいつも声出ししてて偉い。声出しなのあれ、そんな野球部みたいなシステムなの。もうさ、サンリオのあれ、サンリオのやつをさ探し回っとったやん、ずーっと。もうソタロウと一緒にもういろんなセブンイレブンに行ってね、いろんなビレッジヴァンガードに行って探しまくったらもう ないらしくて、9月に再販らしい。待てるかい、そんなん。もう9月まで2ヶ月もある、9月末とか書いて、待てるかい。そうなんですよ、キティさん大人気。クックさん、うずちゃん、りゅうやさん、アイスありがとう。こばかつさん、しんちさん、ゆうぴょん、アイスありがとう。みきやくん、もちはださん、けんけん、ありがとう。えるさん、アイスありがとう。こんばんは。9月すぐ来る、ほんと9月すぐ来るかな。9月になったらちょっとは涼しくなる、いや9月も暑いか、まだ11月ぐらいにならんと涼しくないよね。しんちゃんさん、アイスありがとう、ありがとうございます。わあ、9月暑いわ絶対。でも8月、7月、8月を体調を崩さないように頑張らないと、もう常にイベントとかクルーズ船系があるので、ちょっとね、より一層気をつけないといけません。空調に負けないようにしないと。病は気からって言うから頑張るちょっと甘噛みしました。頑張ります。8周年コンサート、8周年コンサートもうすぐ来るとか言ってんの、まだでしょ
来年でしょ、良いお年をってしたら8周年だから、みんな予定開けててください。ちゃんと覚えてますか、覚えてる8周年コンサートの存在。この前のね東京のフェスの時にマネージャーさんがお知らせ事何にしましょうみたいな話になってね、私が8周年コンサートのお知らせとかした方がいいですかって言ったら、いやちょっとまだ早すぎるのでってまだ早すぎるのでとりあえずアルバムのお知らせだけで大丈夫ですって言われちゃったそう、申し込みもまだだし今お知らせしてもみんなちょっと覚えられないからって思って、早すぎました、まだだったらしい。いつからお知らせ始まるかな、まだっぽいね、もう発表してるからね、お知らせしてもいいじゃんね。スーパーニモさんありがとうございます。カイラプトリさん、プチリさん、プツリさん、ダルマとハートありがとう。ワイさんチーム、パチロクさん、アイスありがとう。わらびもちさん、しんちゃんさん、アイス、とっちゃん、シャボンありがとう。シャボン8周年、やばいね。どんなセトリかな、どんなセットリストかな。私は4周年コンサートが忘れられません。4周年コンサートはあの腹出し、腹出しっていうへそ出し、腹出しってちょっとダサいかな、へそ出しの衣装だったんですよ。そう、それで毒蜘蛛って曲をリクエストしたら採用してもらえてへそ出しかも、腹出しじゃなかったかも。そう、それがねやっぱ今までにない感じで珍しくて沙耶香凛じゃないです、腹出し沙耶香凛の出汁とかじゃないです美味しそうだけど、なんか甘い出汁が取れそうだけど、そうだろう、なんかねマイカのユニットの中で可愛い担当、バラエティ担当とセクシー担当の3チームに分かれましょうってなって、でそれでバラエティ担当はもうソラハさん、リコちゃん、ユナヤナ、ココアさんとかのスポーツ系の子たちが担当で、で可愛い担当はミリアちゃんとかユリニアとかフーさんとオキさんとか可愛い担当、ナメクジハートを歌ったんよ。で私たちはもうセクシー担当で、そう、腹出しを腹出しセクシー担当をして新鮮だった。あとねマジスカの寸劇みたいなやつもできたのがすごい思い出に残ってて、いい、そうだね、ほとんどいないですね本当に名前呼んだ人はもうほとんどちょっと移籍したり卒業してた。腹出し、やっぱ腹出しじゃなくてへそ出しがいいね。カツオさん、マルトモちゃん、土方歳三さん、ゆうたくん、まこばやさん、林藤代さん、こうすけさん、アイスありがとうございます。スプマンテさん、なるせさん、ひろさん、サバトラネコさん、アップルワインさん、うずちゃん、ありがとう、アイスクリームくれて。ジッパー、みんなジッパー見たがるじゃん。ジッパーいつかはやってみたいよね。私そういうセクシー曲はあんまりさやったことないからさ、あんまりなんか割り振られないんだよねなんかわかんないけどね、頑張ろう、そういうのに割り振ってもらえるように頑張ろう。三船さん、カツオさん、アッキーザラ大好きマンさん、しんいちさん、ありがとうございます。セクシー系、色気系、
ちょっとまだ違うらしい。そういうメンバーじゃないらしい。ケンケン、アイサありがとう。カツオさん、アイサありがとう。大雨警報出てる。え、そう、めっちゃ雨の音する。さっきも雷鳴ってました。めっちゃ光った。窓から光が差し込んできてパーンってなって、数秒後にドカドカ言ってた。気をつけて過ごそうね。停電とかしたら扇風機終わるよね。やばい。でも電池式のも持ってるからそれは安心。食料も蓄えてる、ちゃんと。お風呂の時に停電したらどうしようね。怖いよね。美白さん、健坊さん、カツオさん、ふみやきさん、アイスありがとうございます。しんちゃんさん、ウイングさん、ありがとう。ペンライトは、ペンライトもね役に立つよ。みんなのお家にはペンライトがありますか？ペンライトの電池をちゃんと常備してるかな、みんな。停電の時、あのほらペットボトルにさ、水の入ったペットボトルにの下に光るものを置くとさ、光が広がるみたいなやつとか。みんなこの梅雨の時期とか台風が来る時期はより一層気をつけていきましょう。今日はパピコの気分。パピコ、私もパピコ食べたいな。パピコ、あのあれがいい、白い方ください。半分、半分か本体の方ください。本体の方もらうから蓋だけもらって。サバにラー油さん、カツオさん、アイスありがとう。上半分あげるって、私に、私にですかね。あの蓋おいしい。パピコこれから食べるよって。パピコマッチング成立しました。よかったね。パピコを食べる人他にもいた。二人で一袋買ったらお得だよ。チョココーヒー派、あれもおいしい。あれも美味しいけど、今はもう暑すぎて、あの爽やかなやつを食べたいから、ホワイトサバ味、あれ何味ですか、パピコって、あの白いやつ、あれ食べたい。え、今日のね、今日のラジオでね、あのビールのその取材をくるくるが言ってくれてて、でその収録したやつを聞きよったんやけど、なんとアイスクリームビールというものがあるらしくって、尾道に行ったら絶対に食べたい、飲みたいなのか分かんないけど絶対に行きたいと思って。醸造家さん、ビールの醸造家さんのお店が尾道にあるそうです。めっちゃ気になる。パルコのキウイやめて。パルコ私さ、今一緒、パルコのキウイ、パルコにキウイのなんかそういう畑があるんかと思ったら絶対パピコだった。パルコは食べないやめ、怪獣すぎるからやめて。ゴジラかもしれない。パピコであれ、ゴジであってほしい。いっちゃん、カツオさん、アイスありがとう。日本酒ジェラート絶対美味しいじゃん。今日はね、アナウンサーさんがビール好きらしくて、お酒は苦手だけどビールは好きみたいなの言ってて、おすすめのビールを教えてもらったら、エビスって言ってた。エビスは飲みやすいですって言ってました。本当ですか？みんなはどうですか？エビスのビールがいいですよ言ってた。あとあのビールとあのジンジャーエールを割ったやつ、なんて言ったっけ、シャンディーガフを、だったらジュースぐらいの感じで飲めますよとか言って教えてもらったけど、私はビールはちょっと
まだね大人の味がするのでね、喉越しというものがまだわからないんですね。喉越し。でもそのアナウンサーさんも30歳の時にビールの魅力に気づいたらしいから、まだまだこれからですよって言われました。まだ今後まだ大丈夫です、ね、数年後には分かりますみたいな言われたので、もしかしたら私が数年後マヒナさんみたいになってるかもしれません。人は何が起こるか分かりませんからね。そうだよ、海外のがいいの？なんか沖縄とかにあるやつは？沖縄とかは？カーマターンに見えた。もうそれはもう亡霊の気持ちがあるんだよ。そりゃアーナ。アーナです。どんな喋り方だったっけアーナ？こんなんでした。カタマです。こんな感じ、チーカーみたいな喋り方。あのに顔をさ、美人なのに喋り方ふわふわしてて。天使です。カーマとアーナはあの芸能界に戻ってきてほしいです。カーマとアーナ可愛いので、カーマとアーナ会いたいですね。はぁ、はぁ、はぁね、あんな一般人いないでしょ。もう美人美穂だって。モビさん、ふたうちのミニマロンさん、ゆたパパさん、ゆすさん、水色魂さん、うずちゃん、パパパンダさん、えじりん、いっちゃん、おみかんさん、かつおさん、ならさん、アイスありがとう、ミキヤくん、アキピさん、カツオさん、たくさんありがとう、リザ48さん、ゼットさん、アイス、アボカドさん、アイスありがとうございます。ありがとう、アイスクリームくれて。マルさん、ユーマさん、ありがとう。ミキヤくん、ウズちゃん、たくさんありがとうございます。アーナの話したらアーナの、もうアーナ亡霊が、元気ですか？強く生きるんだよ。もうね、私のさ、そう大好きな鈴木彩花、鈴木彩花のね、もう亡霊の皆さんもね、もうどんどんなんか元気なさそうになってくる。パセリ、パンちゃんは元気ですか？そうだよね、寂しいよね。ポッコさん、アイスありがとう。ユウスケさん、マーズさん、ジンダイさん、マコバヤさん、アイスありがとう。そうだよ、みんな愛ソリンコン。なんか私がお話し会で愛子の卒業の時はリンコ来るといいねとか言ったら、もうそう、パセリが呼んでよみたいな。なんか行きづらい、パセリが出るならパセリ目当てで行くわみたいな、パセリ目当てで言うで行くからみたいなやったけど、絶対さ、あれじゃん、パセリがいない公園に行ったらさ、申し訳ないからさ、パセリを目当てにしてさ、本当はそういう卒業したメンバー見ようとしてるじゃんと思って。おい、まあお盆だからみんなもうすぐ、みんなさまよわないでくれ。推しの卒業という経験がないから感覚が分かりません。でも私は推しメンが卒業した時は、でもゆきりんさんとかの卒業も本当に最近だから、私はね、宮沢さえさんの時はコンサートに応募したけど当たらなかったんですよ。だからもう最後も行けなかった、
最後も行けず終わったので、でもその時はゆきりんさんもずっと好きだし、推しメン各グループに1人ぐらいだったから、うん、まだ推しメンが何唯一の推しメンがっていう経験はないんですよね私も。そうゆきりんさんもずっと好き、ゆきりんさんとツッコミ行きたかった、なんで行かなかったんですかみたいな僕は行きましたみたいな人がお話し会とかで来るんですよ、うわーマウントだー、そうやってすぐマウント取ってくるんだ、うん、でもね、HKT さんの推しメンは駒田さんの卒業公演は入れたんですね、その前の公演も入ってたから、その時にあもう私はアイドルを絶対にアイドルになる夢を叶えるっていう、その時はそういう強い意志が強かった、寂しさよりもなんか年齢で諦めかけたけどいやもう絶対に入ろうってそういう決意みたいな気持ちが大きかったから、そんなロスな気持ちはねなかったんよね。私がこの AKB グループを好きになって一番ロスな気持ちになったのはやっぱ鈴木彩香の卒業かもしれません鈴木彩香が一番かも、それぐらいやっぱね同期だけど推しメンとして思ってたから、やっぱボレなるわな、年中お盆だわ、こんばんは、寂しくなりますよね、そりゃね。アルさん、ユウスケさん、トニーさん、ナリバーさん、スモークタン、スモークタン、そういうことか、スモークタンだって、美味しそうな名前。アイスありがとう、ゼータンお疲れありがとう。あ、ココアさんね、ココアさんのやつはなんか最後の感じが切なかった、キャリーバッグ持っていってらっしゃいっていう。いや、オキさんはねなんか未だにいる感じなんですよ私的に。オキさん最近会ってないなぐらいの感じで、まだオキさん一緒に活動してる気持ちなんだよね、だから未だに実感湧いてないんだよね私。そうなんか変な感じ、オキさんは今舞台のために東京にいるぐらいの気持ちなんですよ。そうだからロスはまだ来てなくて実感もまだ来てない、なのでね推しメンだけどロスなし、そう SNS で見れるの、そうそれが大きいかも、 SNS で見れるっていうのがね、パンちゃんとかはもう SNS もしてないから、みんなみんなみんな、ハルキーさん、コウさん、アイスありがとうございます、アツシさん、焼きそばさん、なんでやだけちっちゃいんだ、焼きそばさん、アイスありがとうございます、カズノシーさん、レインボースター、ありがとうございます。ねえ、SNS は大事だ、みんな強く生きていこうね、みんな。 X で STU のメンバーがおすすめによく出る、私も私 STU のメンバーと STU のファンの方のツイートが出てくる、もう仲間意識、私の X はね食べ物とかが最近出なくなりました、食べ物なくてアイドル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 ガチャガチャ情報、アイドルアイドルアイドルガチャガチャ情報って感じ、あとコスメとかが出てくる。そうだよ、初詣の時に私は多分ロスが来るから、今年の来年か、来年の初詣で広島に一人取り残されて沖さんが卒業したことを1年越しぐらいに実感してロスが来るから辛いわ。それかマイカー公演始まった時にロスが来る、実感するの、あっていないってなる。
え、そうだよ、チョコモナカジャンボ値上がりなんだって。もう買いだめしなきゃだけど、買いだめるとさ、モナカの新鮮度がまた変わるから。もうでもチョコモナカジャンボのさ、その製造のためには値上がりに応じていかないと、ちゃんと貢献していかないといけないから、ちゃんと払っていく、頑張る。チョコモナカジャンボの値上がりのお金を払うためにみんな働いてる、人類、全人類だから頑張って、みんなはそう貯金をしてチョコモナカジャンボをいっぱい食べましょう。いやー、アイスの値上がりが止まらない、年々値上がりしてく。確かに量が減るより、そうだね、確かにね。それで結局2個買ったらね、高くつくし、もう値上がりしてください。貢ぐ、貢いでいこう。メロンのあそこさん、レインボースターありがとうございます。ゆうすけさん、アイス、KHAERUL さん、だるま、ありがとう。おむすびさすけさん、アルテミスさん、森健銀河さん、山猫坊主さん、平手おじさん、しんいちさん、スモークタン、丸友ちゃん、ゆうたくん、アイスありがとう。しんちゃんさん、アイスありがとう。今4個ある、私んちよりあるじゃん、チョコモナカジャンボ、私今胃袋に1個、さっき食べた。レイクさん、アルテミスさん、アイスありがとう。ミュウちゃん、アイスありがとう。カントリーマーム、なんかカントリーマームあれやん、凍らせたら美味しい。全部アイスにするから、私何でもかんでも凍らせるんだよね。あのブラウニーとかを買っても凍らせるの、もう全部アイス、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 アイス。アッキーサラ大好きマンさん、アルさん、アルテミスさん、アイスありがとう。こたつ猫さん、アイスありがとう。ロー人形さん、メロンのあそこさん、ゆたパパさん、ありがとう。カプリコの冷凍、カプリコの冷凍ってもうそれは完全にアイスじゃん、見た目もいいね。カプリコの冷凍やったことない。チョコパイ、チョコパイいいね。チョコパイは冷蔵庫派だったけど、凍らすのもいいね、パリパリになりそう。なんかひんやりしたやつが好きなの、チョコとか、なんでもかんでも。おみかんさん、ろう人形さん、たぬぶちゃさん、アイスありがとうございます。ヤクルト出ない、やってみたい、気になる。あ、こんにゃくゼリーもやってた、よく凍らせてましたね。ヘタパパさん、お断りです。ゆうすけさん、アイスありがとうございます。アルさん、アイスありがとうございます。アンズボー、なんですかアンズボーって、何アンズボーってわからない。冷たい人が好み、冷たい人絶対嫌じゃん、そんなめっちゃサバサバしてる人だし絶対嫌だ。人間はあの、あったかい、冷たいってどういうこと。私さ、刑事ドラマを見すぎてるからちょっと物騒だった。体温がある人はいい、体温はあってほしい。で、心の熱さもちゃんと、心もあったかい人がいい。みんな人類、みんなみんな優しくなれ。ニューラッチさん、坂文さん、アイスありがとう。闇の管理人さん、アイスありがとう。アイスも管理してくれ。アイス、アイス、あったかい人がいいと思う。握手温かかった、めっちゃ言われた。パセリ、握手冷たいって言ったけど温かいじゃんって言われた。そう、最近ちょっとね、今もちょっと温かいです。でも本当は冷たいよ、いつも冷たい、手も足も。心は
まあそこそこ日によります。心は温かくありたいけど、まあ日によるよね、そんなんね。ミューラッチさん、お断りです。山勝さん、涼香さん、合ってる読み方。アイスありがとう。通勤急行通過駅さん、アイスありがとう。そうだね、人によるじゃない、日による、なんでも。リュウヤさん、おみかんさん、アイスありがとう。握手に無頓着すぎて握手に関する記憶なくて、握手したじゃん。でもなんで飛んでんの、握手の記憶。握手また今月入ります。握手またしばらくないと思ったらまた会っためっちゃ早いタイミングでありました。また来年ですねとか言ってさ、お話し会でたのにめっちゃ大嘘つきになっちゃった握手会はなんかもう本当におもろくて、あ、握手しましょうよって言っても大丈夫って言って、なんか私がこうやって出すじゃん、握手しましょうよ大丈夫ですって言って犬みたいにピョンって一回置いて離れてく人がいたんですよ。めっちゃおもろかった全員に、私が避けられてるとかじゃなくてどのメンバーにもそれだったの。ピョンって言って犬かと思った、可愛く。断られちゃったんです。いや私だけかなと思ったんよ。でもその次のメンバー見てもそうだったから、あ、この人はそういう握手が好きなんだと思って落ち込まなかった。面白い人だなと思いました。そう、全員だった、多分ね、分かんない、他のレーンに推しメンがいるから推しメン以外握らないっていう、そういうあれなのかもしれない、もしかしたら。分からん、真相は分からんけど、そう、お手された、お手かおかわりか分からないけどあ、犬なのかなあ、犬なのかも、そうかも。こうやって一瞬だけしてくれた。ネオさん、明石の金爺さん、アイスありがとう。そう、私はね、明石のなんか明石どのタイプとかないんだよね。みんなが好きなように握ってください。これでもいいし、これでもいいし、なんかこれでも、なんかこれでも、なんかもう特にこだわりはないので、その来た方によって違います、握り方。コセリこのタイプなんだねとか言われたけど、え、全然どのタイプもないですよって。そう、なんか前の人とかがやったの名残で残ってるかも、ちょっとこう、こう、あ、そう、自由形そんな水泳みたいな、そう、自由形です。ドラえもんの握手ドラえもんの握手って何ですか、こういうこと、どっちがドラえもんですか、みんながドラえもん、こっちがドラえもん、じゃあ私がこうやって言ったらみんながこうやってすんのくれるの、逆かな、こういうこと、いいですよ、ドラえもんの握手だドラえもんの握手って何オリーブうどんさん、わー、コールしたくなる名前、アイスありがとう。オーリーブうどん、恋も育つ、プードルさん、ハートありがとう。ハートちょっとなんか急にテンション低くなった人みたいになっちゃう。今オリーブレモン歌ったからテンション落ち着けようと思って一旦冷静にギフト読んだら、なんかハートありがとうみたいな、そっけない人になっちゃった。そのつもりなかったリュウヤさん、アイスありがとうフフ急に性格冷たくなっちゃった。違うんです、違うんだよ、ちょっとテンションなんか高すぎて、なんかね、今日テンション高いな自分と思って一旦冷静になったらちょっと低すぎた。みんな手冷たかったな。
仲間意識。 G2 さん、ミスターさん、たかしんさん、源五郎さん、アイスありがとうございます。アイスありがとう。あー、10時まで配信して終わろうかな。結局また喋りすぎちゃいました。10時までにしようかな。ね、タヌブッチャさん、シャボンありがとう。お仕事の後アドレナリンめっちゃ出る。アドレナリン、今もアドレナリン出てると思う。ラジオ今日めっちゃ緊張してガチガチだったから、今解き放たれてもうホッとして、今アドレナリンかも。公演終わりとかめっちゃアドレナリン出て寝れないです。お風呂に入る気力もなけりゃ眠れない。おみかんさん、フレーベさん、アイスありがとうございます。話しすぎて配信後にちょっと落ち込んでるとかみたい。いや毎日それだよ。あー、また喋りすぎた、もう最悪ってなって反省しながらお母さんにテレビ電話をする。まだ喋る。でお母さんと会ったら外側にかける。一生喋ってる、ずっとずっと喋ってる。かわちゃん、アイスありがとう。神代さん、明石の金じいさん、アイスありがとう。わあ、お酒飲みながら恋ラジ聞いてるの、ありがとう、聞いてくれて。アイスビール飲みたい、ビールアイスか。ストローはテレビ電話かけて、お風呂頑張ろうねとか言ってお風呂お互い頑張ろうなとか言って喋ってます。お風呂入る気力今何パーぐらいとか言っていつも喋ってる。僕も気になった、ビールアイス、アイスビール、アイスクリームビールか。なんかね、今日ねそう台本があったんやけど、なるべく私は台本のなんか聞く項目とかやっぱりさ、今日はあの肘山大学の学生さんが来てくださったから、あの学生さんが質問急に来ても困らないようにある程度のこういう質問をしてこういう 回答みたいないうのがまとめられてるんですね。でもなるべくこうそういう台本通りにならないようにこう補足とかしとるんやけどさ、そうやってこうやって最初にこう始まる前にいろいろチェックしてたら、アイスクリームアイスって書いてあったんよ。でアイスクリームアイス、アイスじゃんってなって、え、これアイスクリームアイスですか、それアイスクリームビールです。そう、私、え、アイスクリームアイスって何、初めて聞いた。私がアイス好きだけど知らないだけで、この世にはアイスクリームアイスっていうものがあるのかと思ったら、そうアイスクリームビールの5時だった。びっくりしましたこのように知らんアイスがあるのかと思った。5時5時やっぱ確認大事ですね。もし確認しなかったら私放送でアイスクリームアイスとか言ってたかもしれない危ない危ない。おみかんさん、ともっちたん、わかさん、阿部ひろしさん、アイスありがとうございます。チョコミントさん、ありがとうございます。アイスクリーム、ピンクのトトロさん、アイスありがとう。アイスクリーム、響きさん、アイスありがとう。今日のラジオはあのビールの回って言ってたから、ビールの試飲ができると思って、ビールまだ飲めないけど、あのまだその喉越しが分かんないけど、まあ、これで新しいそういう味覚が新しいこう自分に出会えるみたいな感じで楽しみにしてたら、まさかのくるくるがくるくるだった。そうくるくる取材だったので、そうなの昨日それを知って、私も先週ぐらいから、お、私ビール飲むっぽい、死因だ、やばい、緊張するとか思ったら全然違いました
そう、くるくる担当でした。くるくる、でも未成年だから、そうまだ二十歳じゃないから、くるくるだけ味の感想を聞いてて可愛かったです。くるくるのさ、そういう何インタビューしてるところをさ聞くのが初めてだったから、ちょっとなんか、ね、ニコニコしながら多分聞いてたと思います。私放送中、そう、リキさん、マックスさん、アイスありがとうございます。そうなの、ビールなかったです。だからその音を、その収録された音を聞いて、アイスクリームビールどんなんだろうって想像してた。どんなやつなんだろうと思って。美味しそうやな、尾道行きたいなって思って聞いてました。リキさん、マックスさん、アイスありがとうございます。ミャンミャン、ゆたパパさん、上尾さん、アイスありがとうございます。そう、くるくるの時が、そうなんか NHK さんは国会とかあったりすると、そういう中継とかいろいろあると番組が短縮になるんですよ。そういう時はその時に来るゲストさんの取材を収録してまた後日流すっていう時があって、今回がその回だったみたいで、そういう回があるんですよ。ゆたパパさん、アイスくじ引き、バニラアイスでしたね、ありがとうございます。何、パセリが必要な国会中継、パセリが国会中継だともう大変、もう緊張して何も知らない、緊張して下向く。あ、都知事選の時だったんか、そういうことか。くるくる、森光さんとくるくるの組み合わせが新鮮だった。普段は木村さんなので。美穂さん、アイスありがとう。ビール、ご当地ビールとかね、よく見ますよね、お土産屋さん行くと。広島も結構ある気がする。こんばんは、なるしさん、アイスありがとう。もう今日はポニーテールしたから、明日はポニーテールできない。あまりポニーテールをしすぎると、あのもうここが引っ張られて髪の毛の毛根がやられちゃうので、明日は髪の毛を下ろさないといけません。絶対に暑いです、絶対に絶対に暑い。せいちゃん、アイス、テキサスのロンスターさん、バラありがとうございますね。雷鳴ってる、さっきから。そんな大きい音じゃないけど遠くで聞こえる気がする。雷なのか、なんか上の階とかの人の足音のなんかちょっとなんか微妙なぐらいの音で聞こえる。どっちかわからないぐらいの音が聞こえます。多分雷。もう気をつけて過ごしましょうね。さっきもお話ししたけど、お風呂テキパキ入らなきゃ。うん、雨結構、私がねラジオ終わって帰るときに降り出したかな。ラジオ前はね小雨でした。しおなさん、アイスありがとう。アシーさん、アイスありがとう。ね、充電しっかりしとく。みんなも充電大丈夫ですか？充電忘れず光ったよね今、見えました？え、私だけ見えたの？え、今光ったよ。怖い。え、光ったよ。トトロみたいな顔しちゃったじゃん私。気のせい？何回か光ってる。え、嘘。光った。びっくり
気のせいかも。うん、遠いね。でもさっきね、配信始まる前はちょっとな、光ってすぐなってたけど。あ、そっか、みんな、そうか、私は窓から入ってくる光で、はってないけど。そっか、ショールーム上では見えないのか？怖いわ。もうお風呂入ろう。テキパキテキパキ。焼き豚さん、アイスありがとう。気をつけようね。光った今。ジョニーさん、おみかんさん、ありがとう。もう57分やし、お別れにしましょうかね。今日も付き合ってくれてありがとうございました。ゴロゴロ言っとるわ、外が。うん、オートミールで生きていく。でもオートミール電子レンジでないとちょっと厳しいか。今鳴ってたよね。ありがとうございます。皆さん見てくださって。今週末はどれくらい配信ができるか今のところちょっとわからないんですけど、スパークとか愛媛の TGC とかで多分移動とかの時間もあるので、ショールームの時間帯とかもまだ今のところ未定なんですが、また予定が合えば見に来てください。ぜひ。ありがとうございました。明日も配信するよ。明日は木曜日。かなぶんさん、アイスありがとう。こんばんは。うん、来れる時に来てください。無理せずです。今日もお昼ぐらいに配信しちゃったけど、みんなお仕事中だったから、もう全然無理せず毎日配信してるので、無理しないでください。みんなが来れる時に見てもらえたらと思います。もりもりさん、アイスありがとうございます。にしさん、アイスありがとうございます。今日はみんながたくさん頑張ってねとかお便り送ってくれたりとか励ましてくださったおかげで、ラジオのメインパーソナリティ無事に終えられてホッとしております。なのでちょっと夜配信はホッとしすぎて意味わかんないことばっか言っちゃう。ありがとうございました。そう、見られなくてもやむ必要はない。そう、それが言いたかった。そうです、あの生活リズムがそれぞれあるので、私もできる時間帯にしかできないから、なので毎日見れなくてうわーってなってしまうかもしれないんですけど、予定が合う時にまた見てもらえたら嬉しいなって思います。アンバーさん、アイスありがとう。ラジルラジルで聞いてください。もう今日はね、今日の一つ後悔、ラジルラジルっていつもね噛んじゃうの。だからお昼配信でラジルラジルって練習したし、ラジオブースで始まる前もラジルラジルって練習したのに、本番やばい、ラジルラジル来る、ラジルラジル来るって思いすぎて、ラジルラジルみたいなのがちょっと片言みたいな、なんかちょっと詰まったラジルラジルになっちゃった。ちょっと甘神ラジルラジルだった。だから今度ラジルラジルが回ってきたらラジルラジル頑張りたいと思います。ハキハキラジルラジル。パンダパジルパジル、パの汁はちょっとパセリの汁ってことでしょ。なんかちょっとパジルなんかちょっと緑そうだ。煮汁、高野豆腐。2番目のラを大きく言うとラジルラジル違う、ラジルラジル、え、ラジルラジル、なんかイントネーション変わっちゃった。ラジルラジルですか。じゃあちょっと今度またラジオで頑張ってみる。ラジルラジル、ラジルラジルで、ちょっとなんか関西風のイントネーション、ラジルラジル、ラジルラジル。
ラジル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 頑張って練習しとこう。よかったらラジルラジルでも聞いてください。では今日はこの辺で終わりたいと思います。また今日もいっぱい喋っちゃってすいません。聞いてくれてありがとうございました。また明日話しましょう。壇上行きます。13位メロンのあそこさん、12位おみかんさん、11位トニさん、10位ゆうたくん、9位 Z さん、8位いっちゃん、7位かずのしんさん、6位うずちゃん、5位りゅうやさん、4位 G2 さん、3位よしひろさん、2位みうらっちさん、1位パセタンシカかつおさん、ありがとうございます。ありがとうございました。あ、ドライヤーの親もありがとうございます。お風呂の親もありがとう。あ、みんな優しい。もうパセリの行動が分かってる。ありがとう、ありがとうございました。また明日ね。おやすみ。あ、ブルさんアイスありがとう。おやすみなさい。またねー。